ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1966年昭和41年に放映のテレビアニメ、おそ松くんを解説したいと思います。聞いたこともあるし、前に実写版で映画とかも放映されたぜ。なので、知名度は抜群なんだけど、実際は内容までは。ほんとそうよね。アニメの知名度は抜群なんだけど、内容まではわからない人も多そうよ。今回の解説でよりわかるのかが、ちょっと楽しみなんだぜ。何か新たなエピソードなんかもありそうで楽しみだわ。知らない人も楽しんで。知っている人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。おそ松くん。知ってるようで、知らないんだぜおそ松くん。おそ松くんは、赤塚不二夫と藤尾プロによる日本の漫画作品であるわ。天才バカボン以前に書かれた作品で、赤塚のギャグ漫画家としての確固たる人気を確立したぜ。概要。本作は、六つ子である松の兄弟やその周囲の人間たちが織りなす、ドタバタを描いたギャグ漫画であるわ。発想の原点は1ダースなら安くなるというアメリカの映画で、初期案では12人だったが、漫画のコマで書き切れる人数ということから、6人のキャラクターが書かれたぜ。赤塚のアシスタントを長年務めた北見健一によれば、イヤミヤデカパンなどのキャラクターデザインは、当時赤塚のチーフアシスタントだった、高井健一郎が手掛けていたとのことで、1970年以降のチーフ作画は足立つとむが担当しているわ。赤塚は、うまく脇役が書けないと高井に依頼し、高井は六つ子以外のほとんどのキャラクターを草案し、イヤミのシェイも初めて書いたとされるぜ。ただし、ネームだけは赤塚が一人で作成しているぜ。もともとは全4回の短期連載の予定だったが、爆発的な人気を受け、掲載先を変えながらも長期連載を果たした経緯を持つわ。最初は週刊少年サンデーに、1962年16号から1967年33号まで連載されていたが、ボーイズライフ1966年4月号から12月号までや、学年誌にも掲載され、1969年週刊少年サンデー21号掲載の、今に見ているミーだってまで、小学館の各雑誌で作品が発表され続けたぜ。なお、少年サンデー増刊号などで掲載されたスペシャル版では、チャーリー・チャップリンなどの映画作品の本案が多いわ。後週刊少年キングの1972年5号に新おそ松くん、として掲載され、ちびたの金庫破りリメイク版、同年13号から1973年53号まで、再びおそ松くんの題名で連載されたぜ。その後も小学館の学年誌での別冊付録として、旧作が掲載されていたほか、テレビアニメ第2作の放送に際し講談社のコミックボンボンに、1987年11月号から1990年3月号まで、同じく講談社刊行のテレビマガジンに、1988年2月号から1990年1月号まで、新作が連載されたわ。また、1987年話のチャンネル日本文芸社連載の、花チャンネル第7話には、社会人になった六つ子がゲスト出演したほか、1989年4月に発行された、週刊少年サンデー30周年記念増刊号には、あの有名キャラクターは、今、のタイトルで、連載開始当時から27年が過ぎたという、設定の4ページの読み切り作品が掲載されたぜ。1993年に発行されたビッグコミック1993年6月25日号では、創刊25周年記念大広告として札幌ビールの製品、黒ラベルとのタイアップ広告大人になったおそ松くんが、7ページのイラストと文章で掲載され、連載当時から25年後のメインキャストたちが登場したわ。1998年9月には嫌味の敬老の日、1999年1月にはお正月残すが、共同通信社配信により北日本新聞北日本新聞社や、新潟日報新潟日報社などに掲載されたぜ。いずれもおそ松くんの後日談を書いた作品で、お正月残すは赤塚の生涯最後の読み切り作品となったわ。絵本やイラストなど除く、第10回昭和39年度小学館漫画賞受賞。同名の連続テレビアニメが1966年と1988年の2度、制作放送され、1985年には実写テレビドラマも制作放送されたぜ。また、2015年には原作者である赤塚の生誕80周年に合わせ、大人に成長した六つ子たちが活躍する続編の、テレビアニメおそ松さんが制作され、再び大人気を博したわ。2015年7月時点で単行本の累計発行部数は、1000万部を突破しているぜ。2022年、秘密のアッコちゃんと共に誕生60周年を迎え、サイト赤塚不二夫公認サイトこれでいいのだに、おそ松くん秘密のアッコちゃん60周年が誕生したわ。作品内容。
チョキ、週刊少年サンデー連載。当初はムツゴを主役に据えて日常に対する意外性を持たせながらも、ムツゴのわんぱくぶりに手を焼く両親、ムツゴのクラスメイトで憧れの美少女ととこ、ずる賢くてへこたれないチビタが脇を固めた、生活感あふれるシチュエーションコメディだったぜ。このため、ムツゴが学校に行く場面や、ガキ大将と対決する場面もあったわ。中盤からイヤミ、デカパン、ハタボウ、ダヨーンといったキャラクターが出現し、次第に主役を食う状態となるぜ。内容もイヤミとチビタを中心とした、スラップスティックコメディに変化していったわ。やがて初期設定は一切無視され、いろんな設定でムツゴとイヤミ、チビタが絡み合うナンセンスラブ作品になったぜ。初期後半、別冊少年サンデー、少年サンデー増刊掲載、小学3年生、小学4年生、ボーイズライフ、小学館ブック連載。週刊での人気が絶頂状態だった1964年、当時は機関誌だった別冊少年サンデー、そして別冊の月刊化に伴い、新たに発刊した機関誌の少年サンデー増刊に、最低でも20ページ、最高で50ページとなる長編作を週刊版と並行して掲載。ここでは時代劇西部劇といった非日常会が中心になり、手塚治虫の撮ったスターシステム同様、ムツゴ、イヤミ、チビタラ、キャラクターが、一俳優のごとく様々な仇役をこなしていったぜ。その非日常会も、やがて、シェーなどといった映画や小説の翻訳を行うようになり、これがきっかけで、週刊でも、チビタの金庫破り、などの翻訳作が登場するわ。この長編によって、イヤミとチビタの人気がさらに上昇する一方、ムツゴの出番がさらに減り、またトトコがデカパンやハタボウと共にセットで出ることが多くなったぜ。その後1966年にテレビアニメがスタートすると、アニメと連動して口述のひらがな版を含む学習雑誌や、姉妹雑誌ボーイズライフと小学館ブックにも連載するようになるわ。しかし毎月新作の連載はひらがな版やボーイズライフ程度で、他誌は新作を不定期に掲載し、他は過去に週刊別冊増刊で発表した作品を再掲載となるぜ。中期、週刊少年サンデー、別冊少年サンデー、少年サンデー増刊掲載。週刊少年マガジンでの天才バカボンの開始が引き金となり、週刊少年サンデーの紙面強化を理由に、おそ松くんの週刊連載を打ち切られた赤塚は、大賞におそ松くんの月に一度の掲載と増ページを認めさせたわ。ここで発表した作品は初期後半同様、映画の本案が多く、イヤミは一人数の中、オメガの女王を消せ、など映画の本案のほか、非日常会が増え、日常会が極端に減ったこともこの時期の特徴の一つなんだぜ。最終は、今に見ていろミーだって。1969年ではイヤミとバカボンのパパのコンビが実現しているわ。なお別冊掲載は、イヤミ招待、突撃せよ。1969年3月号をもって終了したが、その後も同誌廃刊となる1974年3月号まで、お化けの九太郎、藤子不二雄などとともに過去週刊で連載した作品を再掲載したぜ。そのため末期は、別冊と口述の週刊少年キングの2冊にわたって連載されていたわ。後期、週刊少年キング連載、天才バカボン、レッツラモンと並行して書かれた作品なんだぜ。イヤミが主役で、それまでは主役も多かったチビタですら脇役にとどまるものの、チビタが主役のチビタの金庫破りのリメイク版が掲載されているぜ。ムツゴに至っては全く登場しない話がほとんどであるわ。出ても扉程度で、僕がさっぱりでないのにおそ松くんなんてひどいよなどとイヤミに抗議するシーンがほとんどだったわ。基本的に女にモテず、金もなくいつも空腹に苛まれているイヤミを中心に話が展開し、そこに面玉つながりのおまわりさん、本館さんなどのキャラクターが絡み、シュールなギャグを展開するぜ。ニャロメ、オカマのカオルちゃん、ウナギ犬、ノラウマ、ユウノスケなどのゲストキャラクターも多く出演したわ。また、デカパンがイヤミの仇役となっている話が多いぜ。残虐性の高い描写や荒々しい作画、ワンパターンなストーリーが続くなどから、先週や現在書店で手に入れられる単行本では様々な理由で収録が見送られたり、一部話数が省かれることが多いわ。ひらがな版、幼稚園、小学1年生、小学2年生連載。週刊少年サンデー連載と同時期、1966年から1967年にかけて書かれた幼年低学年向け作品。タイトルはひらがな表記のおそ松くんで、吹き出しの中のセリフも各学年によって、漢字ひらがなカタカナが使い分けられていたわ。他誌連載と比べカラーページが非常に多く、ギャグ抑えめで、心温まる良い話、ほっこりする話が多いことが特徴であるぜ。長年存在を忘れられていましたが、半世紀以上の時を経て2021年5月に、ひらがなおそ松くん、竹書房のタイトルで初めて単行本化され、広く世に知られるようになったわ。最新版、コミックボンボン、テレビマガジン連載。
テレビアニメ第2作制作を機に再執筆されたもの。基本に立ち返り再びムツゴ中心の話となり、イヤミとチビタは脇役に戻るぜ。加えておそ松が最初期のように他の兄弟を出し抜いて単独行動、もしくは敵対することも多くなったわ。脇役の設定についても、イヤミが通りすがりのエセ紳士で、なぜか周囲に振り回されひどい目に遭う男、チビタが空き地の土管の中に住む孤児、デカパンが発明家でほぼ固定となっているぜ。ボンボン版のミヤブニャンという猫型ロボットが登場するわ。テレビマガジン版は低年齢の読者に合わせた単純明快なストーリーが多く、4コマ漫画も制作されたぜ。なお、中期と後期の間、いわゆる中断期1969年から1970年は、猛烈アタローや週刊少年サンデーに移籍した天才バカボンにゲスト出演することが多くなるわ。そしてアタローの長編作である時の彼方の森の石松、風雲猛烈城、真っ黒尻尾を東京で直せ、現代最後の休日では、3作の主要キャラクターが共演するようになるぜ。アニメ第1作、1966年。アニメ版の第1作にあたるおそ松くんは、1966年2月5日から1967年3月25日まで放送されたわ。毎日放送とチルドレンズコーナーとスタジオゼロが制作し、NET テレビ系列で放送されたぜ。毎日放送のテレビアニメ制作初参入作品にして、大阪局初の自社制作テレビアニメでもあるわ。また、赤塚アニメで大阪局制作の作品は天才バカボン第1作、読売テレビ制作日本テレビ系と本作のみであるぜ。制作赤塚不二夫のアシスタントだった永谷邦夫によれば、チルドレンズコーナーはもともとニュースフィルムの会社で、アニメ未経験の新人アニメーターが制作したため、原作者の赤塚は出来上がりに不満を漏らしていたわ。シリーズ後半では一部制作をスタジオゼロが担当するようになり、赤塚側の提案でチビタの金庫破りを2部に分けることで、30分1話として制作、曲の同意を得て放送したぜ。内容。基本的には2話1回形式でありますが、第39回から戦術の金庫破りをはじめとする前後編が3回放送。また A パートのみ新作で B パートは再放送という形式も増えるわ。そしてラスト3回は前後編3本の再放送となるわ。おおむね原作に忠実ではあるが、第11話原作びっくりムツゴガイチダースでは、ムツゴロボットを作った科学者がイヤミに変更。第56話原作10円もらって産業スパイダでは、三流自動車会社の社員がイヤミとチビタ、自動車発表会の司会者がダヨーンにそれぞれ変更するなど、原作のキャラクターをレギュラーキャラクターに変更したり、キャラクターを追加するということもあったぜ。また第52話原作同じでは全員試合に出場して負傷し、トトコは、兄、奇遇だった、と謝罪するわ。第81話原作花が咲いたか誰のものでは原作での、松の家とイヤミ、チビタの家の間に建てた塀に、イヤミが広告を貼り付けて一儲けする、という場面がなくなるなど、原作のオチを改変したり省いたりすることもあるぜ。また、第79、80、90、91、94、97、99、100、101、102話の計9話は、おそ松ではなくカンタロウが原作で、第94話のようにおそ松キャラクターを追加するか、あるいはそのままの内容でアニメ化するかのどちらかとなったわ。アニメ末期にムツゴが登場しない話が出たのはそのため。フィルムの紛失と再発見。第1作は1960年代末期から1970年代初頭まで、東京12チャンネル現テレビ東京で再放送されたことはあったが、以後はほとんど再放送されず、その後フィルムも行方不明となっていたぜ。1990年に毎日放送の千里丘スタジオにあるフィルム保管倉庫から、ファイトだ、ピュータ、雷坊やピッカリビーと共に発見され、当時、千里丘から茶屋町への本社移転を控えており、そのために倉庫の整理を行っていた。開局40周年記念の VHS ビデオ、レトロアニメ劇場1、おそ松くん、として発売。関西ローカルで再放送もされたわ。また、おそ松役の加藤みどりをはじめとする、声優陣に加え赤塚不二夫が VTR 出演し、タモリと明石家さんまが、赤塚不二夫作品と、その人柄を語る MBS 金曜スペシャル。シェー、元祖おそ松くんの特番ざんす。1990年9月7日という特別番組が組まれたぜ。2002年には CS の TBS チャンネルで再放送が行われたわ。当時毎日放送は NET テレビ現テレビ朝日と、ネットを組んでいたため、いわゆる超年点解消前、TBS テレビ超年点解消後の毎日放送ネット系列では、本放送が放送されていなかったぜ。最終回。本作は少年サンデーの他にもコミックボンボンなどで連載されており、複数の最終回が存在するぜ。しかし、その中で衝撃的だったのは、1989年の少年サンデー30周年増刊号に掲載された、バージョンではないでしょうか。なんと、おそ松くんやイヤミといった有名キャラが、みんな不世の死で全滅してしまうぜ。
昭和45年3月6日、ムツゴ一家、初めてフグ料理を食べ、全員中毒死。昭和46年1月8日、闇、思想の朗で死亡。昭和50年12月8日、ダヨン、ギネスブックに挑戦。小錦を飲み込めず、窒息死。同年旗亡、旗に落雷、黒焦げになって死亡。昭和53年4月1日、ととこ、ダイエットに失敗。拒食症になり、体重3キロまで下がり死亡。昭和55年8月6日、デカパン、形状記憶合金のパンツに履き替え、金玉をすりむき破傷風で死亡。昭和63年1月1日、赤塚不二夫、重症のアル中にかかり、漫画が描けなくなり自殺。まさかの作者まで死亡するとは、ちびたは生きてる。もちろん、これは、赤塚氏一流の、ブラックジョークですが、少なからず読者を驚かせたそうです。めちゃイケメンだわ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は、昭和41年1966年の、おそ松くんでしたが、楽しんでいただけましたか？少しはわかった。または思い出したかしら？おそ松くんの記憶があまりなかったのは、後半は、ほとんど出ていなかったからなんだぜ。ほんとそうよね。嫌味とちびたが、まるで主役扱いだったみたいね。今回は、この内容でしたが、また新たな情報とかを入手したら、再度お届けするぜ。何か思うことなどありましたら、コメントしてくださいね。次も、どんどんと昭和のテレビドラマテレビアニメを解説していくぜ。これからも頑張って解説しますので応援よろしくお願いします。ぜひ、近いうちにまた遊びに来てほしいんだぜ。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。